今回はに今回は動画用に赤ピクミンの横一緒にしたりだぞ。ヤフー。あ、ちょっと待って。これもしかしてあれかもしれない。あのパターンかもしれない。欲しいな。俺一回さ消したからさ、ここチュートリアル入っちゃってるかもしれない。ちょっと一瞬だけ待ってね。なるほど。ダイヤ遊びたいです。一瞬が既読したけど、多分そこから返信来ないタイプのパッティングだな。最初どっちやる？ん？カメラアングル派とさ、キノピオ隊長操作どっちやる？カメラアングル派でいきましょうか。マジカメラアングルでいく？うん、難しいのは承知の上。オッケー。で教えとくよ。これカメラアングル変えるボタンじゃん。これ株投げんのね。うん、でなんかこうなんか移動してれば、ウィーリモコンみたいな扱ってればさ、あのカーソル出てきてさ、うん、株投げるからさ敵をぶっ倒しといて利用役目。ビこれと絵だけ。うん、このボタンを全部株投げるボタン、ほとんど株ボタンか。たまにステージによって X だけね、ズームインズームアウトボタンになる。へ、ちなみに金曜日大体ジャンプはできない。あ、った、うん、ただどっから落ちても死なないっていう無敵体制を持ってる。落ちるのには強いが登ることはできない。それが金曜日大体だ。あ、もう出てきたわ。これでえっ、ー、って言ってるけどね、大体のボタンで株投げれる。へ、頑張る。これ時代の進歩を感じるよ。これこれ俺の妹でやってるデータ残ってるかもしれない。残ってるわ。でももうとりあえずワンカー行くわ。行くね。欲しいの。はい、ダイヤ3個集めてスタートる感じ。うん、はい、キノピオ隊長操作です。あのパワーにぶつけるんだ、カブを。ナイスだ。オッケー、あの御用金庫を何とかして取りたいです、俺は。一瞬の真似間があったね今。やったクッブブブー、やったぜ。もしもキノピオ隊長操作する？うん、やってみようか。キノピオ隊長ね、移動とね株を抜くしかない。マジめっちゃ楽。キノピオ隊長、まあ俺がさ
ガチのカメラアングルをさやってあげるからさ。ごめん星野、ニワピュー隊長がさ落ちることを予期してさ、ズームインアウトをしてたらね。ちょっと待って、こいつを引っ込むよ。この石の中に雑魚、あ、これいいよ星野。あー、ちょっとね、上上げるね。一回かもガッチン階段から登らないと無理だと思うよ。もうあれ、これもいい声ね。いける？あ、ちっちゃくなった二度同じ過ちを繰り返す星野の図。面白いなぁ、このゲーム。さすが星野、回帰した。こんな引っ張って乗ったかな。やったあれ。やってほしいな。吉田トラップ使ってあげるね。吉田マジック使ってあげるよ。吉田マジック、どう使ったかな。後ろの時も使ってこの動きを一瞬止めたんだよ。そう、うん、あんま使わない魔法だから。後ろのマジックは魔法なんていうよ。後ろのマジックは、後ろのマジックも起動できないぜ。ほんと今一瞬だったんだぜ。間違えてしまった。もちろん厳しいプレイです。でもいいにしといた方がいいだろう。厳しくしすぎたかもしれない。危ね。今そこにいますよ。もちろん大腸なかなかゲロ吐かないな。一匹目を自力で避けられた。教育を切ってくれもないプレイでした。なんか行った。大掃除のどっちで行く。交代しようか。交代し続けていくじゃん。じゃあ俺は次の交代中ですね。これちょっと欲しいの難しい欲しいの。うん、星野の役目が多いんで、ここは。どっかで R ボタンを押してみ。 R ボタンとかその後ろのやつ。そうなんだよ、これお前のそれを生かしたプレイなんだよ。青も動くんで、これ。分かった。 あマジか。それめんどくさいでしょ。頼むよ星野、うまく俺を誘導するんだよ。
ほとんど来てなかった。鍵回収してるってないぜ。やった。あやつは邪魔をしてるのではないかということを疑いを持ってかかる。疑心暗鬼になってしまった。実は星には邪魔しているのではないか。